新筆佐氏は、太平天国の指導者の一人、天地会出身、関東省、はじめ慶府出身。1854年に放棄して、府城と公用県を占拠して、らタし州に精神した。その後、州包囲に失敗して北上した南六、新金、州春らと合流し、小州を包囲したが攻略できなかった。1855年、湖南省に入り、 7月に南陸と共に州を攻略。9月には州春とともに茶寮州を攻略した。11月に厚生省に入り、翌年に吉安を太平天国軍と共に攻め落とした。太平天国軍に加入した天地海軍は花畑と呼ばれ翼王国立ち会の部隊に属した。1857年、石立ちの典型離脱に従い、厚生省。 絶好省、福建省、湖南省、高生省を転戦した。1860年、丹保氏、林綾新、周春、李広氏、明ららと共に、石立海軍を離脱した。関東省練習で、戸の左隊前、正中戦法を名乗り、関東省、高生省、湖南省の境会を転戦した。1861年、高生省で、太平天国の侍、 王李与剣軍に出会い、李与剣に従って、石膏省に入り、義与を攻略して、高市天安となった。1862年、官王に封じられた。その後、厚生省、安基省を転戦したが、1864年7月に、石膏省を豊かで捕らえられ処刑された。ありがとうございます。